はい、スピルと申しまーす。今日もビギナーのこの報酬を受け取ってから行きましょう。というわけで今日はですね、まずはコメント返しから。いつも本当にコメントありがとうございます。結構ね、質問も集まってきてまして、まとめてちょっと返そうかなって思ってたところなんですが、ありがたいことにね、コメントを見た、経験者の方がね、コメント返してくれてます。もうね、私が返す必要ないかなっていうぐらい答えてくださってるので、まあ、いいかなって思うんですけど、まあちょっと、見ていきますか。ゆきねこさん。最高ですね。明日から始めるので、チャンネル登録しておきます。はい。大事なところで噛むのが私なのでよろしくお願いします。で、ここですね。アスカ、斎藤さん。オペリアの専用武器をガチャで引いたのですが、入手したのですが、ルピ6000個でオペリアを交換するべきでしょうか。オペリアか。どんなキャラですかというと、オペリア。さあ、オペリア。単純に、魔法攻撃のウィザードですよ、ということで。はい、はっきり言います。私ちょっとこのキャラクター使ったことがないので、わからない。なので、ウィキを読みます。その後に感想を言います。全く私の言ってることは信用しないでください。はい、いきます。で、キャラの、なんとなく特徴ですね。ディーラーとしてはすごい一級品だそうです。パーティー全体にも恩恵のある効果を与えることができると。味方全員の攻撃力が増加。で、クリティカル率が100増加します。これすごいんですけど、正直。所持中のカードの属性により追加効果を獲得しますと。で、カードっていうのが死、愛、幸運っていうのがあって、このカード、死のカードを獲得します。スキル1を使えば死のカードを獲得する。スキル2を使えば愛のカードを獲得する。スキル3を使えば幸運のカードを獲得しますということで、このスキルを使う順番によって、得たい効果が変わるそうです。うん？違う。得たい効果によって、このスキルのね、使う順番を変えるそうです。ちょっとね、このゲーム、オートで使いやすいキャラクターと、オートでは全く使えないキャラクターっていう、二分されるんですね。で、基本私はオート縛りでやってますので、正直オペリア、使えないです。オートではちょっと難しいというか、オペリアの本領を発揮できない。私がオペリアを使うのはもったいない。扱いきれない。っていう形になるので、オートで操作をしようと思ってるんだったら買わないです。ちょっと難しい。で、一応このキャラクターの特徴。そうですね。バフかけれます。デバフ解除できます。で、CC も持ってます。CC っていうのが相手を転倒させたり、敵の攻撃を止めるやつですね。たまにロード時間とかに書いてあるやつです。で、もう何でもあるよと。本当に何でもあるんですが、その、何でもあるものの使い方がちょっと難しいよと。で、さっき言った、パーティー全体のクリティカル率が上昇します。すごい上昇。いっぱい上昇する。これはすごいいいと思いますね。で、クリ率も上げることができるそうで、この辺もね、まあ、ちょっと使いこなせる人にはとても強いキャラクターだと思います。一応 Wiki には、オートでも十分な MP 供給がされていれば DPS はそこまで落ちないって書いてあるんですが、なかなか難しいと思います。ハマるときはハマる。すごい強いキャラなんだと思うんですけども、それを安定して供給されるかって言ったら別。それは別。なので、ちょっと、難しいと思います。で、このキャラクター、武器、宝物が必須だそうです。例えばなんですが、他のキャラクターで私、ガウっていうキャラクターを好きで使ってるんですが、このキャラクター私、超越後にしても、専用武器、専用宝物、使ってません。それでももう十分使えるぐらい。あと、ビルロップとかも、専用宝物、専用武器、いらないって、いらないとは言わないけどね、なくてもまあ十分強いよって言われてます。それ、キャラクターによって結構変わるので、専用武器、専用宝物がいるキャラクターは一般的にコストが高いって呼ばれるキャラクター。ガウとかピルロップ、あまり専用武器あってもなくてもまあ使いやすいかなっていうのはコストが低いキャラクターって言われるんですが、このキャラクターはまあ一応必須。って言われてるみたいです。で、最大パフォーマンスをやっぱ出すなら手動。オートでも火力が落ちにくくはなったらしいんですが、あんまり信用しない方がいいです、この辺は。多分、手動じゃないときつい。っていうことです。参考になったでしょうか？でね、もう、あと、1個、質問をもらってたんですけども、3章クリアで入手できる星3チケット、何を選ぶといいでしょうか？っていうことで、長文すみません。いや、謝る必要ないです。全然質問してください。ありがたいです、むしろね。こうやってね、金スレ盛り上がっていけたらといい、はい、行こう。私も持ってる調査、星、英雄、なんだっけ星3英雄チケット。ね。で、これに関して、ピロタワさんが質問答えてくれてます。僕はアネットを選びましたよと。いいね、アネット。私もメインの、アカウントはアネット。すごい好きで使ってます。はい、星3英雄チケット。アネットね。ピロタワさんもアネットを選びましたと書いてます。私も、1回目、本当に何にも知らないとき、実はアネット選びました。これ、ちょっと、星3英雄チケット別の機会だったと思うんですけど、私がもらったの。だから、もらうタイミングはちょっと別なんですけど、最初に、何選んだかって言ったら、確かアネットでした。なんでっていうと、まず、ヒーラーとして、アネットさん、活躍してくれます。味方の回復、全体回復をしてくれる。また、攻撃力もそれなり。で、相手の CC、転倒とかもね、してくれますよと。で、これが、まあ、一番大きいんですが、一番強い味方、ディーラーさんの攻撃をさらに強くしてくれるよっていうのがこのアネットっていうキャラクターなんですね。まあ、味方全体のね、攻撃力上げてくれるんですが、まあ、特にディーラーの攻撃力アップは、このアネット、すごい助かります。ということで、アネット選ぶのもありだと思います。他にも、ちょっとね、私がじゃあおすすめするんだったら、まあ、自分がね、何が足りてないかなっていうのを、まあ、考えて取ってもらうのが一番いいと思うんですけど、私だったらずっと迷ってたジェーンですね。これを取ってたと思う。これを、ネクラシス取る前、ネラクシス、どっち？どっちネラクシスね、ネラクシス。はい、カンニングした。ネラクシスを取る前だったら私はジェーンを取ってた。で、今ちょっと考えてるのは、ヒーラーを今、フレイにお願いしてます。ライアスに変えてもいいかなってのはちょっと思ってる。っていうのも、ライアスっていうのが、味方の MP 回復を助けてくれるんですね。結構これが大きくて、MP 足りないっていうのは、ゲームしてて結構思うことがあると思うんです。ライアス入れるだけで、それがね、解決しちゃったりする。ので、ライアス入れるっていうのもありかな。で、ちなみに全体回復です。回復量としてはそんな多くない。なので、8章に入るとライアスでは回復量がちょっと追いつかないかもしれない。それよりも、MP 回復が大きいので、8章行くまでは全然助かると思います。8章でちょっと使えないコンテンツも、8章の中でね、使えないものも出てくるかもしれない。あと、PVP とかやる人は、レピー、ボード1。この辺が結構ね、使われると思います。ボード1は、攻撃をね、一定時間無効化にしてくれますよっていうスキルを持っていて、PVP 始まってすぐ攻撃して死んじゃうっていうその自己死みたいなのを防いでくれるよと。で、その間に一方的に攻撃できる。そういうキャラクターなので、結構使ってる方が多い。で、レピーは結構万能キャラ。全体回復で敵の攻撃速度を落としてくれるということで、まあ敵攻撃ゆっくりになってる間にこっちがボコ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 ってやっちゃうという感じですね。で、あともう一個。マリアっていうキャラクターがいます。他にはちょっと目立った人はいないかな。このゲーム結構 CC と呼ばれる敵の妨害をするキャラクターっていうのは結構重要になってきてます。重要です。はい、重要で、このね、その CC っていう敵の妨害をするので有名なキャラクターがこのマリアです。はい。で、まあ、自分がね、ちょっとその CC っていうのが足りないなっていうんだったら、マリアを入れるのもありがとうございます。じゃあ、ここで突然、お話変えましょう。ごめんなさい。パーティーって、どうやって組んだらいいのかなっていうのを、まずね、そういや、一回も説明してねえなと思って。わかんないですよね。パーティーどうやって組んだらいいか。そうそうって思って、今話してて、そこわかんないとちょっときついよなと。まず基本的にパーティー4人で考えましょう。ドラゴンレイドとかね、私まだできないですが、8人パーティーで組むところもあります。ただ、まあまあ、まだそれは先。今はそんなキャラクターも育ってないんで、基本4人で考えましょう。まず、パーティーで一番攻撃与えるディーラーっていうのを選びましょうと。今だと、ちょっと中途半端なんですが、うん。ミリアンヌをディーラーとして使います。さあ、クラスアサシン。攻撃属性は魔法属性です。次、選ぶとき。タンクなぁ。どうしよう。今持ってるタンクは、一応タンクとして2人、ナイトが2人います。そして、ウォリアーが1人、カーセルがいます。ただ、やっぱ防御力という面ではウォリアーよりも、ナイトの方が、もちろん、防御力は高い。耐えてくれる。で、どっちを選ぼうかなって思った時に、まあ、スキルとかを見てね。まあ、これスキル見るよりも、ウィキ見た方が早いんですけど、一人一人の理解するんだったら、まあ、こういうね、ところを見てって。クラウスは、味方全体の物理防御力を上げてくれますよ。っていうキャラクターですね。物理防御上げ上げマンとかね、物理防御上げるマンとかなんかいろいろ呼ばれてます。まあ、本当に物理防御。相手が物理攻撃をしてくるキャラクターにとって、結構ね、いいキャラクターになります。敵のね、攻撃力を下げるよっていうのも持ってたりとかするキャラクターがクラウス。で、こっち。ネクラスは、よいしょ。味方全体の攻撃力と全ての防御力を15秒間上げてくれますよ。敵全体に魔法ダメージを与えて全ての敵の攻撃力を 30% 減少させます。まあ本当にタンクとしては、味方の攻撃力、防御力を上げて敵の防御力を下げるっていうね、結構、攻撃力を下げるっていう、いいキャラクターですね。で、正直じゃあ、魔法のディーラーさんに、どっちがいいのかなって言ったら正直どっちでもいい。どっちでもいいけど私は魔法で統一したいっていう思いがあって魔法で統一すると。なんでかっていうと、そのうちね、もしかしたらキャラクターの中で敵の魔法防御力を下げるとかいうキャラクターを入れるかもしれない。敵の魔法防御力を下げてディーラーの火力を上げてあげるっていうことをしたときに、もしクラウスをタンクとして選んでいたら、クラウスはその魔法防御力下がった状態で恩恵を受けれないんですね。なので、魔法のディーラー入れたときは魔法で統一するっていう風なことをしています。まあ、コンテンツとかによって状況は変わってくるんですが、最初は魔法なら魔法で統一でいいと思います。で、次ですね、次。さあ、次、ディーラー入れました。タンク入れました。次は私は回復を入れます。まあ、この中で回復、ヒーラー、プリストはもうフレイしかいないので、まあ一択です。ヒーラーとして結構ね、選択肢がいろいろあって、例えば、ヒーラー、回復力よりも味方のバフをよくつけてくれる。あまり回復力はないけど味方のバフを結構つけてくれるよっていうキャラクターがいたり、プレイみたいに回復をバンバンするし、味方の攻撃力も実は上げてくれるよっていうキャラクターがいたりします。専用武器を取った時に味方の攻撃力結構大きく上げてくれるんですね。そういうのがあるので、いろいろね、その辺のキャラクターの特性を見ながら、このディーラーには誰が合ってるかなっていうのを選んで見てってもらえばいいかと思います。で、最後にこの CC というのを入れましょうと。CC キャラクター。相手の転倒とかをやってくれるキャラクターですね。基本的にパーティーはこんな感じで私は組んでいます。で、中には別に CC いらないよ。とにかく前で2人で溜めてる間に後ろで攻撃するんだ。っていう人はこういう風にタンク2人入れて、後ろで攻撃をする人を2人入れてってなんかもやっていたり、私はもう前で1人耐えてもらってる間に、後ろでとにかく攻撃するんだっていう人もいたりとか、いろいろ様々ですが、バランスはいいのはこれぐらい。タンク、ディーラー、CC、ヒーラー、回復役ですね。っていう感じでやっていくのがいいかと思います。っていうのを前提で、じゃあさっきの星3チケット何がいいのかなって言ったら、私はここにヒーラーの代わりにアネット入れるのはありだと思います。基本的にヒーラーさんの回復量っていうのは、この攻撃力に依存します。攻撃力が高ければ高いほど回復量が上がる。はい、実はアネットって、攻撃力に依存しないで固定値で回復するんですね。なので、結構ね、レベルが低い間は回復量すごい高いので、結構ね、回復してくれます。っていうのもあるので、まあ、おすすめっちゃおすすめ。星3チケットの中ではね。うん。まあ、いろいろあるので、どんなキャラクターだろうっていうのを見ながら、今自分に足りないものは何かなっていうのを見ながら、決めていったらいいかと思います。アネットはまあおすすめ。CC も持ってる。で、初心者さんのうちって私もそうだったんですけど、CC 結構ないがしろにしがち。うん。なのでまあこのね、マリアとかも結構、CC キャラとして有名なので、おすすめです。もう一個だけね、ちょっと長くなっちゃって申し訳ないですけど、キャラクターのね、ジョブかぶり、ちょっと気にした方がいいかもしれないです。例えば私、もう、ローレインっていうキャラクター持ってます。さらにマリア入れました。同じね、ウィザードです。防具、装備が被ります。さらに、ちょっとね、他にも被ると色々まずいところが出てくるので、まあ、単純にね、被らなきゃいいっていう問題でもないですけど、もしね、メカニック持ってないんだったらメカニック取ってみるっていうのもありだと思います。まあ、なんとなくね、ジョブで見ていた方がいいのかな。自分は何足りないんだろうっていうのを見ながら取っていくのがいいかと思います。というわけで、ちょっと長くなっちゃったけどね、申し訳ない。もうすでに30分くらい喋ってるね。うん。長いね、やっぱり。一日一日が。はい。と、牧之原翔子さん、ありがとうございます。昨日始めました。頑張りましょう、一緒に。で、星5を選べるチケットってどうやったらもらえるんですかということで、答えてはもらってます。ピロタカさん答えてくれてます。ありがとうございます。で、どこでもらえるのって言ったら、ここをポチッと押してください。で、15日間の特別プレゼントっていうのを見たら、ドワーっといって最後にもらえます。これね。これが、星5英雄チケットになります。で、私は明日、キャラクターがもらえるよ。専用武器。おー、これすごいね。ミリアンヌ、専用武器持たせてちょっと強くなろうかな。でもね、ここの星5チケットでっていう、ちょっとここで何選ぶかもうドッキドキ。さあ、楽しんでいきましょう。カノレオさん。キンスレ初めて3ヶ月ですが、新規ユーザー向けの動画ってありがたいです。いえいえ、こちらも見ていただいてありがとうございます。自分はジェーンが初めにご超越キャラなので愛着あります。実は私も、ジェーンです。あれアルテミアだったっけあれどっちだったっけ忘れちゃった。でもね、私も正直、ジェーン大好きです。強いジェーン。まあ、正直、キャラ増やすのもですが、超越等に時間かかるゲームなので、いろいろ気長に続けるゲームですね。そう、本当にね、無課金でやってる場合、特にもうすごい時間かかります。まあ、のんびりできます。その分、やっぱね、面白いので、もうこれはね、もうはっきり言います。面白い。このゲーム。うん。やっていこう。楽しんでいきましょう。さあ、で、あとね、ミッツさん。私ちょっと以前別のゲームの実況してたんですが、その時ね、よくコメントくださってました。で、これもね、見ていただけたみたいで。初見です。はじめまして。ちょっと待って。初めてじゃないよ。思い出して。で、今、MMO、PVP、PVE、GVG ってなんだろうごめんなさい、わかんない。ギルド加入でレイド毎日やっております。こちらのゲームは今から始めてもついていけますでしょうか？正直、PVP で今から始めるって言った場合、きついっていう意見もあります。課金ガンガンしないと無課金ではきついかなっていう意見もありますが、私はちょっとね、そこは、まあ、本当にトップレベルのとこまで行こうと思ったら難しいのかもしれない。でも、自分が今いるランクで楽しむっていうのも、十分楽しいっていうか、私は楽しんでる。絶対そんなね、上を見すぎても大変だし、だったら今いるレベルで少しでも一歩上っていう感じで楽しんでます。まあちょっとね、今から始めて、大丈夫ですか？ついていけますか？っていうことだと、私はついていけると宣言します。ただ、どこを目指すかだね。だいぶ上を目指すんだったら厳しいかもしれない。いや、どうだろうな。半年あれば、すげえ上にはいけると思います。お金入れて。っていうのも、キャラクターの上限っていうのがもう絶対決まってます。レベルは90まで。超越も5まで。で、あと何が変わってくるのって言ったら全部装備とか超越の取り方次第なんですね。これは、アイデア次第で超越はいろいろ変わってきますし、専用武器もキャラクター絞って育てれば、まあ課金もすれば結構いい武器、いい装備手に入りますので、そこはね、半年あればいける。いや、厳しいかもしんない。まあ気長にやる分には、まあ大丈夫ですよとは言えるゲームだと思います。こんな感じでいいかな。うん。はい、というわけで、今日続きやっていこう。はい、メンバー、だいぶレベルが上がってきました。ネラクシスは、一応、星4なので、まだね、ちょっとレベルの条件が大丈夫なんですが、フレイとか、ロリン、結構、もうあと1レベルで、マックスまで来ちゃいます。ちょっとね、あと何日か後になっちゃうんだけど、ここね、この星5英雄チケットをここでもらえるので、ここでアルテミアを取るっていうのもありかなと思ってます。なので、ここは、ミリアンヌはこのレベル50マックスの時点でちょっと置いておこうかな。ネクラシス、フレイ、ロレイン、アルテミアの4人でこれから攻略をしていく。前提で育てて、ミリアンヌはちょっとこのレベルで置いておきたいと思います。なので、フレイと、ロリンだけ、ちょっとね、先に、レベルを上げていきましょう。レベルを上げるっていう言い方はおかしいかな。超越を上げていきましょう。超越覚醒か。またいろいろ間違えてんな。まあ、こんな感じでやっていきます。はい、フレイが星4になりました。衣装も変わったね。はーい。さあ、もう一人ミリアンヌも上げていこう。まだまだね、素材に余裕があるっていうのはありがたいね。これほんと、調子乗ってるとすぐ消えるからね。待って、間違えた。間違えた。あんだけ言っててミリアンヌ。申し訳ない。間違えた。ミリアンヌの覚醒あげちゃった。あるよね。あるある。うん。これもね、キングスレードの、不思議ということで、私のせいではなく、金スレの魔力ということに、あ、違うね。ミリアンヌの魔力だ。そういうことだ。ミリアンヌがちょっと可愛すぎたんで、うん。私が知らない間にあげちゃったよ、ということですね。はい、ある。うん、あるよね。知らないうちにキャラクターが育ってる。うん、不思議なこともよくあることだ。うん、よし、オッケー。そんな感じでやっていこう。さあ、無駄にコスト使っちゃった。大丈夫だろうね。うん。まだ余裕があるので。で、一応キャラクターを育てるメリットとして、チームレベルっていうものが上がるっていう、大きなね、メリットがあるので。うん、今、うん。ね、ちょっと、言い訳してるけどね、頑張って。ほら、これよ、これ。あるからね。このために私ミリアンヌあげたんですよ。そういうことですよ。うん、そういうこと。ね、ほら見て。デイリー欧州法支援金とかね、上がってる。ね、ゴールドボーナスだって 2%、ほら。もうね、スタミナだってちょっと速くなった。オッケー。まあね、このためにあげたんですよ、実はね。大丈夫？オッケー、行こう。で、ロレインを上げましょうと。まあ、素材はね、余裕ある。全然、もう結構ね、のんびりやってるんで、まだまだ余裕はあるね。オッケー。なんだろう、これ、首ちょっと気持ち悪いな。首が、なんか気になってんのかな。よし、オッケー。とりあえずは、これで、4人。星4になりました。ちょっとね、いろいろあったけど。で、実は、そうそう。ネラクシスを、実は、星5にしようと思って入れてたんですね。で、ちょっと攻撃力足りなくて、あ、これは無理だと思って途中でやめてたっていうのがあったんですよ。さあ、いけるかな？はい。さあ、狙いつつ頑張ってもらいましょう。ちょっとね、攻撃力が足りなくて、倒しきれなかったんですね。ちょっと、どうだろう。さあ、あと10秒。ギリギリ、いけるかな？いけた。おぉ、ギリギリ、危ない。オッケーオッケー。まあ、これで、ネラクシス、ネクラシス、ネラクシス。もう、今日はなんどっちネラクシスでいいネラクシス。まあ、姉さんでいいか、姉さんで。うん、姉さんはね、姉さんとりあえず、星5になりました。さあ、星5にあげた意味、なんでしょうと。はい、おめでとう。マックス覚醒英雄が誕生しましたと。オッケー、ありがとうございます。これからは試練の塔で、超越の準備が可能です。試練の塔は毎週リセットされ、リセットされるまでに、各階層を1回のみクリアできます。ということで、挑戦の塔っていうのがあります。これが、星5になったら初めて出てくるんですが、まあ、敵さんがね、みんなレベル51と結構高いです。ただもらえるものがこういうものがもらえます。無限のかけら。これが何かっていうと、一回説明したけど、ごめんなさいね。ここで実は、この無限の石っていうのが作れます。これが超越になるために必要な石でして、それを作るためにこの無限のかけらっていうのが必要なんですね。で、これ、今ちょうど1個作れるので作っていきましょう。これが作るのに48時間、約2日かかるよということです。で、無限のかけら、これも作っていきましょう。ただ、これ作りすぎると結構ね、覚醒に影響が出てきますので、あまり作りすぎないように気をつけて、その辺はちょっと様子見ながら行きましょう。ではちょっと一回やってみよう、挑戦の塔。まだね、レベルがみんなそんな高くないので、ちょっと厳しいとは思う。で、ここも、オートと、速度 1.5 倍は使えます。で、この前の動画で、設定をいじってたのちょっと覚えてるでしょうか。そのおかげでね、スキルカメラっていうのが切ってるの、で、まあ、こういう風に、言ってる間に戦闘が終わるぐらいボロボロですが、うん。ここを来るときは、もうちょっと装備ちゃんとしてから来ましょうということで、うん。さあ、じゃあ、いつも通り4章進めていきましょう。さて、ワーニングが出るよっていうチュートリアル。4章の最後で出るんだね。ちょっと待って。はい、では4章クリアでーす。上級ダンジョンの解放と5章解放されました。ほい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 。で、4章こんな感じですね。クリアしたのは。結局ミリアンヌ、星4にして正解だったかもしれません。ちょっとね、星3のままだったらきつかったかもしんない。で、ロレイン、ネラクス、フレイ、ミリアンヌ、みんな星4、あ、ネラクシスとロレインは星5だね。で、レベルは54、54か、全員。で、装備は、まあ、何もつけてないというか、まあ、その辺のストーリーでもらったやつを適当につけてるだけです。はい。というわけで、こんな感じで、クリアできましたので、成功報酬もいただいておきましょう。はい。というわけで、今日はこの辺で、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。で、あ、ここももらえる。おー、でかい。専用武器チケット、ルビー、無限の石、オッケー。というわけで、このままね、5章入るんですが、5章は多少時間がかかるかと思います。超越にしていって、徐々にクリアしていく感じでやっていきたいと思います。では、また何かね、質問とかありましたらコメント欄書いていただけると、私なりの見解で答えたいと思います。これ、必ず正解でもないし、必ず、間違いでもない。人それぞれのやり方があるので、まあ、一応参考程度にということで、もし見ていただければと思います。では今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、スピリでした。またねー。ここ押して、チャンネル登録をよろしくお願いします。